濡れたんやチョコ、マジか。これだから、まあ、歌っちゃダメなんだよ。我慢できない？触りな、うん、ガチコ増えたかな。じゃあ、ということで、いつものねラジオに戻ります。で、最近一人でいるんだけど、誰かがいるとかね、そうやって言ってますけど、誰もいないんで、はい。あ、ルカちゃん、ラブだよ。ありがとう。いや、別にいいじゃん。普通にまたね、夜中もまったりしようよ。濡れちゃった？ラブだよ。ありがとうね。ありがとうございます。嬉しい。たくさん料理配信、料理する？なんかちょっと囲い放送みたいなのちょっと抵抗があって、トンカツやれよ。いや、やらない。お金もったいないから。で、料理配信って俺がなんでやりたがらないかっつったら、あそこの電球が切れてるんだよ。電球切れてるから、ここにここを掃除して持ってこなきゃいけないんだけど、それが手間じゃんね。で、手間だからこれ片付けてガスコンロここに持ってこなきゃいけないわけよ。で、この掃除するのがちょっと抵抗があって、これ完璧な配置で置いてるんだよ今。これもちょっとどかせれないよ。電球変えなよっつっても外出たくないし、なんかもう引きこもり入っちゃってる。誰か掃除しに来てくれます？そういえば前回はみーこちゃんに掃除してもらったんだけど、そこは掃除してなくて、誰か俺の家お掃除企画みたいな感じで、お掃除企画。掃除してほしいな。でついでにね、ちょっとあれも掃除してほしい。生きたさはある？ハマグリ剥いちゃうよ。いいの？それでもお小遣い？
3万ぐらいやろうかな。3万でどう？安い？3万円で。そしたら交通費ぐらいになるでしょ。ね。それはね、来てもらったら損はさせないですよ。損はね。どうですか？足りない、いくら欲しいの、インコちゃん。足りないとか。いくらあったら来るの。金目ですか。今 DM しました。見とくね。ジュジューもいる。何寝落ちこいてんだよ、このクソ女。寝落ちこくな。10万の価値なんかないだろ。寝落ちこきやがって。何で寝落ちこくのかな。寝落ち。交通費だけでいい？俺が求める答えがなかった。お金はいらないよって、掃除してあげたいっていう、そういう人を待ってたけど、みんな寝落ちこいて、金目的のやつばっかりだった。お金いない、遅えんだよ。俺が行ってから今更行っても遅いよ。マジでみんな金目ばっかりだわ。お母さん、お金いらないよ。そうなの？近々ちょっと家政婦呼んでみよう。家政婦週1ぐらいで呼ぼうかな。家政婦さん、配信しなければ。あ、配信出たくないんだ。連絡してて誰なの？誰？プロが安心？なんか稼ぐ雇ってる人って合鍵とか渡して絶対的な信頼置いてるじゃん。あれちょっと怖いけどね。ちょっとなんか金目のものとか、お金持ちの人って合鍵渡してるんだよ。仕事行ってる間とか掃除してもらうんだよね。ゼロワンも掃除してあげる？どうやって？どうやって掃除してくれるの？言ってごらん。今日久しぶりに念入りにお風呂入った。念入りに。眉に買った2万円のシャンプーが置いてあるんだよ。そう、2万円のシャンプーつうかリンスが3種類あって、1、2、3って番号書いてあるんだけど、それ俺もう使おうと思ってるんだけど、それどういうことなの？女の子なんかコンディショナーみたいなやつが3つ置いてあるんだよ。でそこに1、2、3って番号書いてあるんだよ。それどういうことなんだろう。何それ。1、2、3順番にシャンプーして3回コンディショナー使うの？女って。見せて。俺使いたくてちょっとコンディショナーしようかな。これ3回やるの？1回毎日？高いやつだ。2万円したって。これ買ってやったんだよ。シャンプーして3回やるの？これ1回でめっちゃ良かった。ひみちゃん、これ3回やるの？1回やって流して、もう1回2回目やって流してってやるの？
マジでめんどくさいじゃん。これ何？3回やるとサラサラになるんだ。すごいね、女って。そんなことやってるやついないでしょ。2は毎日しなくてもいい？1と3だけやるの？01で使った、勝手に使ったの、姫ちゃんず。まあいいけど、姫ちゃんず家に来た時に今もう自分使ったことあるみたいな。オレンジで使ったのか、姫ちゃん。3回やったんだ。そりゃめちゃサラサラになった。いや、俺もちょっとやってみよう。今日は1だけやったんだよ。1だけ、なんかちょっとサラサラな気がする。いつもしないから、リンス。どこのブランドかわからん。まゆちゃんしゃらけついてるから、使うもんが高いんだよ。化粧品とかも確かそうだった気がする。なんかいいやつばっか使ってた気がする。ゆぴこんばんは。金かかる女やで、ほんまに。リンスとか言わない、なんていうの、コンディショナー、コンディショナーっていうの。もてないもんね、使わないと。トリートメントって言うんだ。ウーバー頼もうかな、リスナーさん。お腹空いちゃった。甘えてる？甘えてる？うん、お腹何も食べてないんで。マックなんか体に良さそうなやつがいい。ルキいらっしゃい。なんか筋肉弁当みたいな、そういうのが食べたい。お腹やばいなっつうけど、俺よりデブなやついっぱいいるじゃん。なんで俺に言ってくんの、そんなに。ねえ、お腹やばい、そんなやばくないでしょ別に。デブ探さいくらでもいるでしょ、ふわっち。そんなちょっとね、お腹出てるぐらいでガタガタ言うやつなんなの。よくない別に、ちょっとぐらいぽっちゃりしてたってさ。なんなんだろうね、それでいちいち言ってくるやつ。うざくない、なんか見た目のこと言うやつ。どこの枠でもなんか見た目のこと言うやついるじゃん。どんな面してるんだろうね、見てみたいわ。100キロ近いデブが書いてたりしてね、自分にコンプレックスあるから気になっちゃって。痩せてるって別に自慢にならないし、俺ね、そんな痩せてる人そんなよく思わないけど、別にぽっちゃりぐらいでも可愛いじゃん。痩せてる自慢いらないですから、だって俺がもしね、痩せててさ、何のステータスにもならないわ、はっきり言って。痩せてるから何なのでしょう。ガリガリよりはいいけどね。ガリガリな男の方が魅力ないと思うわ。ガリガリな男、女の子ってちょっとお腹見したら腹筋